ちょっと変わったバイトに行ってね。変わったバイト。その山田孝之さんがね、うん、女性のブラのサイズを直接測ってくれるっていう、イベントが渋谷の109であったんですよ。結構なんかその芸能ニュースにはなってましたよね。なってたでしょ、はい、結構ね話題になってね、うん、で実はあれの、うん、僕そのまあ誘導のね、うん、アルバイトを行きまして、はいはい、僕も行きまして、まあ、全くあの吉本とか関係ないです。関係なく、コンビで同じバイトに行きまして、純粋にそのなんかあの誘導のバイトがあるっつって、うん、行ったらこの山田孝之さんのイベントあったっていうね、はい。でそんな中、うん、僕がねその誘導をしてたわけです。はい、どうぞ、まあ券持ってる方はこちらですよ、うん、一列でお願いします、はい、っていうのをやってたところ、そのいきなりですね女子高生の方 5,6 人に囲まれまして、はい、このお兄さん山田孝之超そっくりなんだけどっていうわけです、うん、で俺は、うん、まあ、ヒゲもあるしね、うん、実際ヒゲもあるけども、うん、そのすごい太ってるし、まあまあちょっと いじられちゃったなって思った。あ、女子高生、女子高生テンション上がってテンション上がって、ね、なんかやってるし、ヒゲ、そうそうそう、まあ、山田孝之に似てんじゃないですか、そうそうのはやつだやつだと思ってた、うん、もう本物にもすぐ会えるし、はい、テンション上がっちゃって、うん、したら今度しばらくしたら、30代ぐらいの方ですかね、主婦の方ですよ、うん、また今度、5,6 人がですね、はい、私のことを見つけまして、うん、あっ、うん、みんちゃんめちゃくちゃ山田孝之に似てるよって言って、うん、俺のことですよ、うん、っつって、うん、マジその時は俺も あれと思って、うん、ちょっと風向きが変わったなと、うんうん、でそれでまたその子たちが、うん、いやお兄さんマジ意識してますよねって、うん、あでも本当にそっくりなんで、うん、写真撮らせてもらっていいですかって、はい、で写真をまたそのファンの方たちと一緒に撮ってて、そしたらもうあれよあれよという間にその山田孝之のファンの人にもうすぐ囲まれて、結構な人だかりが渋谷109にできたんですよ。そう、山田孝之に似てるって言ってでそしたらそのそれを見てた109の広報の人がそれを写真撮って、うん、109の公式ツイッターにね、うん、私の姿を載せてくれまして、そうなんですよね、なんで、あのマルキューの公式ツイッターに鈴木もぐらデビューをさしてもらったというね。一番遠いところで生活してたけどね。いやもうまさか、まさかよ、うんうん、109のね、JRA とかのツイッターじゃないのまさか、ね、109のね、うん、公式ツイッターに俺が乗るとは思わなかったです。